本日はとりわけダブルス団体戦 A リーグの様子をお届けいたします。試合を通してゾーンに入るパターンなどについて話していきたいと思います。ちょっと覚醒したいあなた、ぜひ見ていってください。この団体戦は全71チーム A から L リーグがあり、ダブルス5本で争います。緑の枠が僕らのチームインディゴ、赤枠がヘイヘイヘイ、今回対戦するチームです。こちらは昨年度の結果です。赤枠のヘイヘイヘイ、昨年度 B リーグから上がってきたのですが、チームとしては全勝、1回落としていますが、この時は人数があまり揃っていなかったと聞いております。そして対戦相手のチームには過去のダッチ TV に登場したインカレ出場の早期くん、愛知新大連予選シングルス2連覇の池ちゃん、クリスマスミックスダブルス優勝、しかも腕立て伏せが2回できる梅ちゃんなど、そうそうたるメンバーが集まっています。彼らとの試合は動画説明欄に貼っておくので、もしよろしければご覧ください。特に梅ちゃんとの試合は全然勝てませんでした。このチャンネルでは佐藤で勝とうテーマに、いろんな大会に要素を焼き出す情報をマジシャンだからできるテニスドッキリ面白おかしく紹介しています。動画を見ていいなと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。通知音もよろしくね。今回のペアの紹介です。右下黒い服を着ているのがコーナンのフェデラー、彼について説明します。彼はですね、3つのモードがあります。1つ目は通常モード、これはですね、可もなく不可もなく彼の通常の実力の状態です。2つ目が崩壊モード、これはですね、要はメンタル崩壊した状態です。一番ひどい時は全てのショットが入らん、スライスで打つわと言って全部相手にボロエされて負けたことがあります。3つ目はですね、フェデラーモード、これは要はゾーンに入った状態、覚醒した状態です。昔はフェデラーモード入っても1ゲームしか持たなかったんですけども、最近は3ゲームくらい持つようにはなりました。昔はですね、僕もこれたまたまその日の調子とかでどれになるかって思ってたんですけども、実はそうじゃなくて、これある入る時の共通点があるなっていうのを最近気づいたんですね。でこれ別にコーナーのフェデラーだけじゃなくて、多くの人が結構このパターンなのかなっていうのを感じたので、ちょっと今日はね、それを参考にして試合の方を見ていただければと思います。あくまでも科学的根拠があるわけじゃなくて、僕の主観なので、そこはご了承ください。ちなみに過去動画に登場したチャンプは、自分でスーパーゴッドチャンプモードだったとか、自分の LINE グループによくつぶやいてます。試合スタートで、今回の表はゲーム数のみで、ポイント感もいくつか飛ばしながらいきます。まずはフェデラーのサーブ、ナイスサーブです。ホルト、このゲームホルト1回目です。セカンドサーブ、これもラリーが続きますが、お、センター抜きました。ナイスショーです。さあティーラー、これもファーストサーブしっかり入ってます。スマッシュミスでホーティーラブ、これはフラットサーブ入りましたが、レッドでやり直しです。これもファーストサーブ入りました。強力なサーブでゲーム、ノダッチコーナーのフェデラー1ゼロリード。相手サーブうまく足元に沈めていきます。いいですね、しっかり足元沈めていきます。相手の処理がうまいですね。この後これが続くんですが、おっとこれもいい反応ですね。これは点が取られちゃいました。このゲーム序盤なんですけども、コーナーのフェデラーもフェデラーモード入ってるっていうぐらい動き良かったんですね。で結構その要因ってファーストサーブが入っていることにあるんじゃないかっていうのに僕思って、いろんなパターンあるんですけども、結局そのファーストサーブが入ってると調子上がってくるんですね。でこれ入れに行ったファーストサーブじゃなくて、しっかり打ったファーストサーブが入ってくるとリズムが上がって他のショットも良くなってくるんですよ。いやフェデラーしっかり詰めて決めますね。でこれもフェデラーモード入ってる証拠がね、次のショットで出ますから。ボール今ガチって場外に吹っ飛ばしました。よく本物のフェデラーがね、ガチって飛ばすのやるじゃないですか。あれをね、再現してるんですよ。まあこれフェデラーモード入ってなくてもよくやりますけどね。2ゲーム目なんですけども、かなりデュースが来て、これでもかなりポイントカットしてます。さあこれ最後のポイントにしましょう。2ゲーム目、さあフェデラーロブも決めて 2-0 ですね。ここからのダッチサーブとなります。うわフェデラーボレーキレッキレですね。これはもうフェデラーモードに入ってます。ここで相手のミスが続いて 3-0 リードですね。ここからですね、サーブが白い服の方に変わります。細く打ってきたサーブをうまくストレートに叩きます。
おっと、これは相手のナイスサーブでポーチされていました。これちょっとサーブから攻められてます。相手のファーストサーブもこれ全部入ってるんですよね。ここでフォルトが1個目ですね。調子上げていくときってファーストサーブが入って他のも上がっていくってやっぱ多いと思うんですよ。なかなかストロークバシバシ打って入るの前にやっぱサーブがね入ってるっていうのがあると思うので、それにサーブもファーストサーブも入れに行くファーストサーブじゃなくてしっかり振り切ったやつがこう入ってくるとね調子がね上がってくると思うんですね。なので、最初入んなくてもねしっかり入れてくで徐々にねファーストサーブのスピードを上げていくとかねやっていくと結構ねその試合のね中で調子を上げるっていうのにつながっていくのかもしれないですね。結構ねこの傾向が多いと僕は思います。さあ今度はですね崩壊モードについて話していきます。この試合崩壊モード出なかったんですけども、いいとこ見せようって思ったりとか、ペアが強くて緊張するとかいろいろ試合の条件とかメンタル的なものあるかと思います。ただそれ以外の技術的なことでこうメンタル崩壊をしていくパターンって僕2つ結構あるのかなと思ってます。1つがですねリターンミスです。とにかく一発でミスるっていうと、ダブルスだと相手に申し訳ないっていう気持ちから余計ね消極的になったりとかしちゃうんで、せめてそういう状況になったら相方に下がってもらって取られてもいいからとにかく返すとかそういう戦略の方がいいかなって僕は最近思いますね。とにかくリターンを一発でアウトネットしちゃうっていうのはこれメンタル崩壊にこれでつながる方多いんじゃないかなと思いますね。今サーブ打ってる灰色の方はボレーが上手かったですね。前正面ボレーって動画出したんですけど、この方はですね正面ボレーがなんかしっかりできてる気がしました。ボレーミスほんと少なかったですね。きっちりねファーストボレーとか返すっていう印象でしたね。タッチ柔らかいですね。ボレー上手いです。ここもいいとこ落としてきますね。ローブローブローブドロップからの、続くな。またロブか。コーナーのフェデラー。お、ああダメだ。残念。さあ今度はまた白い方のサーブですね。この方はとにかくバシバシ打ちまくるって感じでしたね。ボレーとかタッチ柔らかいんですけどストロークは打ってきません。さあ平行陣対眼光陣の形、頑張ってのだってもね足元沈めようとして打つんですけどなかなか足元打っても拾われちゃいますね。アングルつけられます。それでメンタル崩壊するもう一個のパターンが簡単なボレーミスって僕結構あるかと思います。明らかなチャンスボールのボレーミスったりとかストレートアタックを連続でされて全部返せないとか、そうなるとやっぱペアに申し訳ないっていうこれも気持ちが働いて雑念が働いたりして他のショットまでに影響してくるとかあると思うんですね。で今日の結論と言いますと、調子を上げるときに重要なのがファーストサーブ、逆に調子を下げるときの要因になるのは簡単なボレーミスとリターンミス。人によって不得意得意あると思うので絶対とは言えないんですけども、結構このパターンは多いと思うのでちょっとメンタルが弱いと思う方こういうところ重点的に練習してもいいのかもしれません。試合が終わりました。負けちゃいました。ありがとうございました。本日の動画はいかがだったでしょうか。次回は昨年度 A リーグ優勝チームにベテランミックスで挑みます。よろしければチャンネル登録をしてご視聴ください。ありがとうございました。